ルヘッジホッグ。ジャックンとドマメの木。小豚三兄弟。ブレーメンのロックバンド。シャオドラゴン。エクスソードマン。大鷲が現れし時、猛烈な竜巻が起こると言い伝えられている。とあるお猿さんの冒険記、摩訶不思議なその旅の行方は、かつて蒼白の翼を持つ神獣が天から輝き舞い降りた。とある大人にならない少年が繰り広げる夢と希望のストーリー。そして冥界の入り口に3つの頭を持つ恐ろしい番犬がいた。この弱肉強食の大自然で幾千もの針をまとい生き抜く獣がいる。とある少年がふと手に入れたお豆が巨大な木となる不思議な話。とある三兄弟が繰り広げるお家を守る戦いの物語。とある戦いを強いられた動物たちが奏でる勝利の四重奏。邪道を極めた暗闇をまとい、あまたの竜が秘めた力を解放する。エピソード1、すべての色で戦え。の大剣が北方より大いなる一撃を叩き込む。綾手の巻、豪華風遁の双剣が神速の忍術で敵を撃つ。 銃剣がおかしなリズムでビートを切り刻む。邪王ドラゴン、誰も逃れられない。エピソード1、フルカーで参上。ババババーン、 一体全体、超一体、宇宙の力は無限だ。